カフェステラと死神の蝶。はぁ、ここまで逃げれば。はぁ、高峰さんは本当に大丈夫なんですか？通ってる大学なのに。すみません、私がわがままを言ったせいでご面倒をおかけしてしまって。楽しかったです。ありがとうございます。それで、もう平気ですよ。いえ、そんなことは。それに嫌だったわけでもないんですが。